はい、本日のお昼ご飯はこちらでございます。南部市場の鰹節、そして教えていただいたニラ卵とゴーヤチャンプルでございます。食べていきましょう。それではいただきます。いただきます。今日は春月のご飯作っていただきました。美味しくいただきます。美味しくいただきましょう。はい、あ、美味しい。お味噌汁です。お、いい味だ。いい味だな、うん、これはあの南部市場でもらった、栽培市場でもらった鰹節。鰹節、うん、うん、それとご飯一緒に食べるんだよ。それだけじゃなくて、うん、触っちゃう。ああ、うん、どうでっか。おいしい。おいしい、うん、いいね。香りがいいよね。うん、うん、おいしい。でゴーヤチャンプル作り方教えてもらった、うん、人参だけですよ、ただの。人参硬いべ。うん、これ食ってごらん、ゴーヤ。人参硬いな。人参硬いな。それはごめんね。ゴーヤ、ゴーヤ食ったことある？ゴーヤ、ゴーヤ、沖縄のゴーヤ。分かんねえ。分かんねえな、うん、食べてみよう。正直でいいよ。初めてやな。うん？俺食ったことないな。食ったことねえ。うん、どう味は？正直でいいよ、正直。うん、すっごい味わってる。分かんねえ。分かんねえのか。分かんなかったか。でこれ生ニラ玉つって生卵とニラかけ混ぜて食べるの。うん、かけ混ぜてごらん。あ、そう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 。でもすくって食べてごらん。あ、そう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 、上手上手。いい、もう十分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 。かけないで、かけないでいいの。かけない。それをそのまま食べてごらん、おかずとして。うん、うん、そう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 。これも初めてだ。これは初めて。俺もこの前教えてもらったから。生ニラだわ。どう？生ニラだな。生ニラ、うん、美味しいか美味しくないかで言ったら、この生ニラは俺好みじゃねえな。好みじゃないな。うん、ありがとう、気使った言い方してくれて。親は全然、自分の親族も含めて農業とは関係のないそうなんです。これで、でもちょっと自分が、まあ、中学校の時、お味噌汁が一番うめえな。はい、農業で結構楽しそうだなと思って、で農家さんのところに最近させていただいた中で、そうですね、その中でそれを仕事にできたらいいなと思って、
中学校3年生の時に急に農家になるって言って先生とかを困らせたりで、でもすごいですね高校進学後も農家さんになる夢を持ち続け大学は東京農業大学を選んだ田口さん卒業後は農業一代で農家やってんだドイツの野菜農家さん農家って結構こう受け継がれてくものじゃんか一台で農家やってんだよ、最初から帰ってきてから、全国各地で農地を探し瑞穂町で借りられることにそして30歳の時に夢だった農家さんになることができたんだってお仕事常に誰かとやってるとか基本的には私一人で、はい、あの農場をやっていて主人は普通のサラリーマンであ、そうなんですか、はい農家さんも大変だよじいちゃん腰痛くなるし普通の人と予定合わないしさ農家も大変なんだな、うん、すごい素敵中途の時から好きだった方と同じ農業を継ぐなんてのは珍しいじゃん継ぐんじゃないよ自分で始めたんだよ自分で始めたうんなんと中学時代に好きだった友也さんと30歳の時に結婚、うん、中学生の時の夢を2つ叶えたんだね結婚後地元神奈川県厚木市から瑞穂町に夫婦で移住会社勤めの友也さんは埼玉県の職場まで片道1時間かけて通勤二人のお子さんにも恵まれ、今は育児と農作業に忙しい日々を過ごしています。ご飯多かったらちょうだい。もう良くない。半分は食べて。OK。ダメダメ。半分は食べて。これは食べて。OK。お味噌汁使ってもいいから。食べないと元気なくなっちゃう。お野菜とか出して、美味しかったって言ってもらえたらもう元気。食べるのもお仕事ですよ、じいちゃん。じいちゃんは。それではそろそろ。俺は食べ過ぎなぐらいだけど、おじいちゃんは食べるのがお仕事です。オッケー？見せてください。いいですか？もういつも通りの、ちょっとね、見せていただけたらと思います。交渉成立、ありがとうございます。早速収穫したジャガイモを持って向かったのはあここはブルーベリー畑ですか、はい、なってますブルーベリージャガイモ畑の近くにあるブルーベリー畑ブルーベリー畑およそ200本のブルーベリーが栽培されていますよかったですいいですか。そこいでブルーベリーをいただきます。2粒ぐらい一緒に。ブルーベリーの美味しい食べ方2粒一気に口の中に入れる。1粒だけだとやっぱり風味が口の中全体にいかないので、できれば1粒、2粒一緒に。いいんですか。知り合いの人がおじいちゃんに渡してくださいって俺の知り合いがおじいちゃんと一緒に食べてくださいって渡してくれた何だろう読める、うん、あじゃり餅あじゃり餅だ、うん、未共鳴かあごめんごめん、はいこれはあれか続いてジャガイモ炒めのお味はどこのなんだろうどこなのでもね絶対美味しいはずグルメな人だからすごい沖縄沖縄じゃないグルメグルメほら
取ってごらん。どこだグルメって。グルメって地名じゃないよ。地名じゃない。地名じゃない。なんかこうグルメって言うじゃん。美味しいの好きな人。あ、美味しいってこと。そうそうそう。あ、美味しそうだよ。和菓子、アジャリモチ。頑張ってください。ありがとうございました。続いては、羽生さんの畑さん。しかし、ありがたいな、こうやってみんな続けてもらってな。うん、みんなじいちゃんのが好きなんだよ。事前に取材許可をいただき、お邪魔します。まあ、取れないか。はい、お邪魔します。そんな強く握っちゃダメだよ。しっとりしてるやつだから。はい、貸してごらん、貸してごらん。あ、欲しい。あ、よろしくお願いします。これ。店長の森田さんに。なんで時計ばっかやっちゃう。なんで時計してんの。これ。こちらのお店は。いただきます。はい、いただきます。以来夫婦二人で切り盛りしています。野菜を使った中華が美味しいそうですが、両親が農家なんで、はい、まあ、チキンの野菜を使った中華屋さんということで。どうですか、作った野菜でお店をやっています。変わったまんじゅうだな。変わったまんじゅう初めて食うわ。森田さんのご両親が野菜農家さんということで、うん、美味しいじゃん。毎日採れたて新鮮野菜を使用、肉野菜炒めや餃子の具材など野菜が美味しいと評判なんだ。美味しい美味しい、もちもちで。さらに、なんか釣りとか行きます。大好きです。いや、すごい日に焼けてまた今来るんです。なんかそんな感じの。ご夫婦の趣味は海釣り。定休日の月曜はほぼ毎週関東近郊の海で魚釣りなんだとか。釣った魚は翌日以降のメニューに取り入れます。食感がいいね。新鮮な野菜と魚が自慢の中華料理店のまかないが入って、あんこも甘くて、おまんじゅうではない、なんか。取り出したのは、この日、実家の畑で採れたばかりの茄子。いわゆるまんじゅうなんだな。うん。自家製の茄子なんですね。これ。大きさがみんなバラバラなんで。あ、こういうのないで、皮の切り方です。そうですね、やっぱ黒くなりすぎちゃうんですよね。黒いこの皮が多いと。うわ、料理うめえ。水に浸し、油抜きをしたら、たっぷりの油で素揚げにします。茄子は素揚げが一番うめえよな。辛いのが舞うと思うんで。辛いのが舞います。舞う。生姜はそんなに得意じゃないですけど、はい、生姜が辛いの好きで、はいはい、生姜にニンニク、豆板醤に黒豆を発酵させた調味料の豆自家製の肉味噌にネギに山椒を。かっこいいよな、この中華鍋のこの全部このあれにねえの全然生が出たくない、お玉。あら、うまそう。これ、麻婆茄子大好きなのよ。麻婆茄子。辛い茄子で。いいね、やっぱ絵になるね、料理人の飯は。あっという間に四川風麻婆茄子の出来上がり。うまそう。私の目は魚のフライ。タチウオ。こちら先日妻のカナエさんが釣り上げたでかタチウオ。うん、全長1メートル超え、1メートルだと分の大物。狐色に上がっ
ったら出来上がり。1メーターのがあるのか、いいねマーボーナス。はい、取れたてのナスをたっぷり使い、金井さんの好みのピリ辛四川風に仕上げています。妻金井さんが釣ったタチウオのフライ、自家製のタルタルソースをたっぷりとつけていただきます。髪切んなきゃな、そうそうな。それでは若大、めちゃくちゃ伸びたな。あのいつも通り髪の毛真っ黒にする、うん、じいちゃん髪の毛真っ黒にするしねえわなんでよ、なんだなんて言われて、なんでいい年こいて、いいじゃん、一気に白髪染めしてかっこよくなるよ。なるほど。似合わないのかな、やっぱり。似合うんじゃない、似合わねえや、似合わねえか、こっち向いてるな。どうなんだろうな、これにしたらかっこ悪いよ、かっこ悪い、白の方がいいか、うん、早いっすね、自分で作っといて体を。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございました。いいえ、ないんですね。